はい、じゃあね、今日はね、岸田をね、ちょっとお招きして、Bレジェンドのね、プロテインレビューをね、ちょっとしようと思ってる。でね、俺、本当にめっちゃもらったんやけど、もうなかなか飲めん。で、お前、ちょっと今、忙しいのと、ちょっとね、これは飲みきらないけんし、でもほら、いっぱいいる味あるし、どんな味か伝えたいやん。だけどね、ちょっとこれやろうかね。で、今日早速だけど、まあ、ワークアウトもしてくれたみたいし、多分俺、いい感じな時間帯でもあって、もう筋肉が喜ぶと思う。はい、お腹空いてました。でね、今日俺がチョイスしたのはね、もうこれももう、なんか変なのしか残ってないけど、南国パイン風味。と、ティッシュは抹茶のチャチャチャ風味。プロテインで抹茶いっちゃう。はい、いや、結構うまいっすよ。え、知ってんの？いや、これは飲んだことないっすけど。まあでもなんか想像でなんとなく味わうからね。で、ね、最も味が分かりやすい、牛乳ではなくて、今回水でいくから。よし、入れようか。し、こぼすなよ。マジ。俺ね、もう最近ちょっとね、もう引っ越しとかで忙しくて、あんまり運動してないんやけど、まあまあな。プロテインの味が分かるし、タンパク質取っといた方がいいよ、普段から。だから本当最近思うけどね、こうタンパク質取ってないと変に痩せると俺思う。だからそれ緑になるってことだろ、プロテイン。はい、うわ、まずそう、まずそうやね。よし、ちょっといけよ。今日5、6000まではもっと8000。ペペでちょっとあれやろ、疲れてて体にが欲しエナジーを欲しがってたら、いけ、いただきます。抹茶風味のプロテイン一気にいけちゃう。そんな感じ。あんまり味がしないです。そう、ちょっと薄いですかね。あー、ちょっと水多すぎたんですよね、もしかしたら。どうだ、飲める、飲みやすいです。いや、俺なんかほんとビレジェンドってやっぱすごいと思うわ。その飲みやすいってのはもう群を抜いてると思う。じゃあね、俺の、パインか。パインはパインだな。だからそこまでパンチが効いてるってわけじゃないけど、いける。うん、で、多分このさ、このパックみたいなやつが多分相当いいと思う。こういうのが確か売ってた気がするし、意外とこう、こうなんかボックスみたいなので買うんじゃなくて、同じの売ってやるんじゃなくて、これで10種類くらい試すのはいいかもね。はい、そうですね。あ、もうコロナウイルスの影響もあってさ、なんか世の中が運動不足だけど、でもそこで、プロテインを取らないとなると、やっぱ体が沈んでしまうかもしれないし、動かない筋肉になるね。で、結構やっぱこういう時にみんな甘いものとかさ、弱気になっていってグッと太るかもしれないけど、俺はもうそれやめた方がいい。やっぱ食事には気遣って言ってたので、やっぱ常にタンパク質はガンガン取ることをおすすめしたね。逆に次どういうプロテインを狙ってるの？逆に今はゴールドスタンダードですね。あ、あれ、次もうちょっと甘いやつ選ぼうかなと思ってます。俺この間ね、アマゾンで見てたら、そのゴールドスタンダードのチョコレートやら多分違う、はい、絶対。で、それはさ、基本コストコに売ってる、うん、でもその7000円で5キロくらいで結構いい感じで、3キロとかな、ちょっと忘れたけど、バニラ売ってたよ。俺ほんとね、バニラの方がこう、うん、まあ、混ぜれるし結構おすすめ。まあまあ、いろいろ探さない。はい、ちゅうわけで、まあそれ食べログじゃないけど、プロログ、プロテインログ5段階うちの評価なり4です。4、高いね。俺はね、これは正直3。なんかこう、コンビニに売ってそうなジュースの味がする。まあこっちのがね、抹茶やね、パンチが効いてちょっといいかもね。なおかつプロテインも多分25くらい入ってるね。タンパク質か、27。ああ、素晴らしい。というわけで、プロテイン動画、以上、スペシャルゲスト岸田でした。